的にドリフト頑張りたいなと思って。なるほど。アクセル、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 おいおいおい、あおる、熱血クバ塾というわけで、だいぶ日も暮れてまいりました。今回の迷える塾生はこちらの方です。はい、皆さんこんにちは、江崎ロアです。イエーイ、イエーイ。どうしたんや、その服どうですか。何、なんかレーサーっぽいじゃん。そうなんです、ちょっと気が、いつもはちょっとね、ちょっとセクシーなレースクイーン衣装着てるんですけど、ほう、はい、今日はちょっとラリーでも何走ってるんだ私。あ、走っちゃうの。そうなんですよ。あらあら、今回も今年も走る予定が何千かあるので、ちょっと今回着替えさせていただいたんですけど。なるほど、なるほど。今日はちょっと習得したい技があって。なるほど、どうしたんでしょう。私は塾長にいなさい。まあ、インプレッサーも乗ってるんですけど、うん、まあ、シルビアとかね、ドリフトできる系の車も持ってるんで、うん、持ってますね。もうちょっと本格的にドリフト頑張りたいなと思って。なるほど。ちょっとなんか先生ありますか、私にとっておきの技とか教えてもらったりは。あ、わかりました。でもラリーも出てんだもんね。ラリーはそうなんですよ。でもドリフトは全然経験がなくて。 OK、 じゃあラリーでも使えて、はいはい、ドリフトでも大事な最初のに習いそうな技、はいはい、サイドターン。サイドターン今よく聞くし、今イメージはつきます。イメージつくよね。まあ、はい、ましてだって D1 の事務局もやってるわけですから、やってるんで、もうたくさん見てきました。みんながチャ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 って弾いてる、結構弾いてます、みんな弾いてるのイメージ湧くと思うんですけど、まあドリフトで言えばサイドを引いてリアタイヤをロックして滑らせるっていう、はいはい、まあドリフトのきっかけにもなれば、ラリーで言うとやべえって時にちょんちょんって弾けると、おー、危ねー、そう、回避できるんですよね、ドリフトとかでも。危ねーってなる。なので、まあ裏に置いてあるパイロンを目印にして、向こう側からこうビューッと来て、サイドターンからアクセルつないで出るぐらいまでできれば、とりあえずやってみましょう。お願いします、先生。よっしゃ、教えてやるぜ、ロアチ。お願いします。はい、やること、はい、発進する、一足のままでいいです。一足のまま、クラッチを踏んでサイドを引く、はい、ハンドルを切る、ハンドルを切る、サイドを下ろす、アクセルをちょっと煽ってつなぐ。はあ、全くやったことなさすぎて。じゃあ行きますよ、はい、まず、はい、つないだらクラッチ、サイド、ハンドルつなぐ。ああ、 OK、 とりあえず OK です。もう一回やりますよ。もう一回お願いします。ブーン、してクラッチ引いてまたアクセル。あ、なんとなくイメージつきました。イメージついた。イメージはつきました。で、そのクラッチ踏むときにちょっとだけブレーキをチョンって当ててあげると、前が沈んで後ろが浮くから、ロックしやすくなる。あ、まあまあ 2,3 回やってバーって成功させちゃってよ。いやー、できるかな。行ってみようぜ。中古車買取ホット、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取本舗で検索。まずはどうするんですかって。とりあえず早く座ってください。はい、はい、すいません。椅子前出してクラッチ大丈夫、ここまで踏めよう。大丈夫です。大丈夫、はい、OK。 じゃあまず怖いと思うから、はい、サイド引かなくていいから、あのパイロンを右に回ってみて、ブーンと発進して普通にブレーキ踏んでハンドル切ってもう一回発進する。普通に、普通にでやってブレーキ踏んで、うん、こういう感じですか。まあそんな感じ。でも一回ちょっとやってみないと分かんない。ああ、全然なんか分かんない。で、つなぐまで考えなくていい、まだクラッチ踏んでハンドル切ってサイドだけ。はい、行ってみよう。はい、力がねえですね。力もっと、そう、もっとスパンって引かなきゃいけない。もっとスッ、そうで、その時にもしロックしないんだったらブレーキちょっと当ててあげると、あー、さっき言ってた、そうそうそう、ロックしちゃう。ブレーキとクラッチ、え、惜しい。惜しいですか、今の。今のはちょっとブレスピードが乗ってなかったのとブレーキが強かった。ちょっと助走もうちょっと遠くからにして、はい、ブレーキとクラッチ、惜しい、惜しい。サイドがもうちょっとだな。もっと引く？ハンドルを持っていくのが大変だったら、右手をこの辺に持ってって、この辺でこうやって回せば。こうやって回す。そう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 。
クラッチ。パワー不足やな。パワースピード乗ってない。うんと、あとこのサイドを引く力が弱い。弱い。じゃやってあげよう。一回。はい。ブレーキとクラッチだけやって。ああ。おお。あれ処理いいじゃん今なんか。あ、よかったですか？なんか処理だっけ。でも多分こっちつくともうあーってなっちゃうんですよね。あのね、女の子はねここすごい引きにくいのよ。どうしたの？シートが前に出ちゃうからこういう風に引かなきゃいけない。ここちょっと確かにきついんですよね。やっぱ足短めなんで。そうそうそう。それね難しいのよね。うんうん、じゃあもう一回やってみよう。ちょっとドリフトっぽくやってみます。いいよ。アクセル、アクセル、アクセル、アクセル。おいおいおい。はい、あれ？なんでビビってんの？大丈夫よ。大丈夫じゃん。今なんかちょっと多分外の映像はぽかったよ。ぽかった、ぽかった。はい、ということで外の映像どうぞ。外の映像お願いします。アクセル、アクセル、アクセル、アクセル。おいおいおい。はい、あれ？ほらできてたじゃん今の。ぽかったじゃん。りんちゃんうまい。どうする？もう一回やってみる。もう一回やりたい。ああ、いいよ。アクセル。おい、もう一度外の映像どうぞ。はい、お願いします。アクセル。ほらめちゃくちゃいい感じやん。なってます。おお、めちゃくちゃいい感じやん。りんちゃんが弾いてくれてるのがうまいから。まあまあお互いさまやな。一人じゃできてない。ラス1挑戦する。やりたい。あ、ちょっとかっこよく行こうぜ。かっこよく決めようぜ。決めますか。大事なのは今ブレーキとクラッチ踏んで、うん、キャーと俺が引いたら出るじゃん、はい、そしたらアクセルをワン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 ってやるとドリフトっぽくなる。ちょっと煽るって意識して。ちょっと煽る感じで。わかりました。ラスト、はい、一発決めよう。はい、煽る、煽る、ブレーキクラッチサイドいったらキャーってなったら煽ってつなぐ。わかりました。よし行こう。これ一人で引けばいいんですか。俺がやる。俺がやってくれます。大丈夫や、はい、よし行こうぜ。はい、煽る、煽る。これがうまく回れないですね。むずいやろ。これ何がいけないんですか。これはね、まあハンドルが遅かったりとか、まあいろいろあるけど、今もう上出来だと思います。煽ってつなげたら。で今度一人でこれ弾けるように。そうね、はい、ちょっとこう改造してもらおうで。改造してもらって。ちょっとこれやっぱここ当たっちゃって難しいですね。そうそうそう、ちょっと魔改造してもらおうってにしよう、はい、ついにロアサイドターン成功ということで。なんとも言えないですけど、見てる皆さんにはお分かりだと思いますが、うん、サイドブレーキを引いていたのは私です。アクセルを。残念ながらこの女の子のシートポジションだとサイドを引くのにこういう感じになっちゃうんですね。なかなか。そうするとロックするまで強く引けないっていうのが2回目か3回目ぐらいで判明しましたので、ちょっと今の、サイドターンドリフト、私たちの共同作業。そうなってました。ありがとうございます先生。いかがでしたか。ちょっとこうキャーって感じでしたけど。わかりました。本当に初めてサイドやったんですけど、でも感覚すごいつかめて、うん、あれもうちょっと私はやっぱアクセル煽れたりとか、はいはい、ハンドルね回すのがちょっと早かったりしたらってやっぱ改善点も出てくるんで。もう次はなんかこれやんなきゃみたいなのが出てくるんで、それ直してぜひ今度はね2人じゃなくて1人でできるように頑張ります。そろそろの久保塾、あの卒業生はどうなったのかシリーズが始まるんですか。そうですね。すこうやって教えたやつがどうやって成長してたのか、どういうふうに成長していったのかっていうのも、うんうん、そのうち追いかけていきたいと思いますので、はい、ロアシさんの成長と、はい、この熱血久保塾まだまだ応援してください。はい、よろしくお願いします。ロアシさんでした。はい、ありがとうございました先生も。ありがとうございます。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのテリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あのふるってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、あの塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらを
クリックしてください。特に今年はですねチャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。